クラシエ一神の新イメージキャラクターに就任しました永野芽郁です。本日はよろしくお願いします。そうですね、本当にたくさんの方に長年愛されてる一神のイメージキャラクターに就任させていただいたことは本当に嬉しくて、周りの友人とか家族に報告したんです。そしたら結構みんな使ってるっていう人が多くて、なんだかすごくそのね、たくさんの方に愛されてる一神のイメージキャラクターになれるっていうのはすごく誇らしい気持ちになりました。永野さんが新イメージキャラクターにご就任されたことで、はい、ますます一神のファンが増えそうですよね。はい、そして今永野さんがご出演された CM 撮影にかけた日数って何日かご存知ですか？85日ですよ。だって85日あれば結構なことできますよね。そうですよね、まるで映画のようですよ、うん、一つの作品を撮るという意味では CM 撮影も同じなんですが、とはいえこう CM でそんなに、ね、時間をかけて壮大なスケールでやることってなかなか難しいことだったりすると思うので、今回はすごく貴重な経験をさせていただきました。CM の映像を見させていただきまして、この長い間時がだんだんこう経っていく感じのコマ撮りの感じがすごくこう、この原作の物語も一人の人のことをずっと長く思い続けるっていう曲なので、なんだかそんな部分もすごくぴったりだなっていうふうに思いました。本当に色もすごく綺麗に描かれていて、とにかく綺麗だなっていうふうに思いました。今回の CM 制作で永野芽郁さんにお会いすることはなかったんですけれども、ぜひ機会があればお会いしてみたいなと思っています。この楽曲が一神の新しいスタートに花を添えられたら嬉しいです。以上、YOASOBIでした。ね、嬉しいですね、YOASOBIさんのメッセージありがとうございます。もう本当に楽曲が素敵で、さっきお話ししてくださってましたけど、この CM の中にもちゃんとストーリーがあって、式を通して誰かを思い続けたり待ったり、なんかこう迎え入れたりみたいなものも一つの作品としてこうしっかり描いてくださったんですけど、それが本当にぴったり当てはまるような楽曲を本当に素敵な声と音で表現してくださって、本当に大好きな CM になりました。今からオンエアが本当に楽しみになってまいりました。早く放映してほしいですね。